こんにちは劇作家の竹本有美です今日は演劇に何ができるのかと題しましてですねいつも演劇に何ができるのか考えながら活動しております竹本がゲストとともにトークしたいと思います第1回目のゲストは劇団保有の西井美まりさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします 今日のお題なんですけども「うん、認知症と演劇」ということで、はい、まあ介護の問題もあるんですけどそこら辺とか演劇をやるだけじゃなくてどんな活動ほか、うん、にもあるっていうことを知っていただくためにというか西海さんのお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。ます紹介でですすね西海さささんんんは劇団法優のの俳 経歴で一番面白いなっていうか、うん、意外なところがなんと東京理科大卒と。<laughs> 理系の方なんですね。理系の俳優にまだ会ったことがない私です。あ,あまり会わないですね。<laughs> 私もあの同窓生とかで、こう演劇部とかなかったんですか。あえ私は演劇部だったんです。あ、演劇部だったんですか演。演劇は大学でしかやったことないんですけど。<ー>もう運動が好きだったんですけど、はい、まあ学生生活最後はちょっと文化的なことをやろうかなと思って。<laughs> で女の子がいなかったんですよやっぱりいないですよ、ね系だから。で演劇部入らないか入らない1回出ればいいよって言われて、うん、じゃあ1回出るって言ってそのまま <laughs> やみつき演劇部でそのまま俳優になってしまった、はい、であの「俳優ザ養成所」に入られた。うん いやいやいや劇団のその頃新人会なんですけどそこに養成所があったんです新人会が今「保有っていう名前に変わったんですけどそこ行きました劇団ほうもともにはいも月2つに友達友ですよね友友ですよね友友ですよねですよねでで劇団保有という劇団サービスでちょっと今履歴というか歴史を伺ったんですけどそうすると何年ぐらい えっと私が全く知らない第一次新人会から行くと来年で70年になるそうです、はあ、で「ホーっていう名前に変えて30年です来年でそうなんですね、うん、よく演劇って小劇場演劇とかうん、うん、まあ興行っていうか要するに商業演劇とかってあるんですけど「進撃」っていう部類のそうそんですよ、ね、う新劇、ね、という部類そすねうそ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 うう ああの俳優座の養成所の2期と3期だったから詳しいことわかんない、うん、それくらいの木の方たちが卒業して衛星劇団を作ったんですね、うん、俳優座以外に青年座ンン東京アン演劇アンサンブル仲間それからうちかな、うん、っていう新人会っていって。 そこのの人たたちちが私たちの大先輩です、ね、なるほど、うんまあ、伝統がすごい長いですよねそうで,すねでそして「ホーという劇団になって30周年になるいんですね西海麻里さんとの私の,この接点っていうのが純粋に芝居っていうよりは、うん、こう演劇のワークショップでの出会いが大きいですよねいろんなワークショップされてますけどはい、はい、きっかけというか「どんなぜ?」<laughs> とかいうのきっかけはですね あの文化庁の在外研修っていうシステムがあってあの、まあ、娘が高校生ずっと来たかったんですけどうん、うん、子育てもあって高校生になったらもういいだろうと思って海外来たかったんですねであの行くにはこう受け入れ先を決めなくちゃいけなくてうん、うん、それで日本に来ていたケネス・テーラーのワークショップを受けたんですイギリスから来ていた。うんうんで ドラマ教育っていうのは全く知らなくて何じゃこれやと思って、うん、でもそのワークショップを受けてからあの受け入れ先にしていただけませんかってお願いして OK が出たのでそれで試験を受けたというかなるほどね、うん、あの全然分からない方にはその文化文化庁の在外研修っていうのは分からないと思うんですけど <laughs> こう選ばれた人がですねこう国費でですね留学するわけですよねもうあのこう華々しいというか森王外かあのなんかかんって感じがしちゃうんですけどね <laughs> <laughs> ととか言うと古い話ですねであのロンドンで研修されて、はいそ,ね、それの内容がドラマ・ドラマ・ドラマインディケーションっていう DIE というねあの、まあ、もうイギリスではあの授業の中に図工とか、ね、音楽とか体育と同じようにドラマっていう授業がある、うん、あったと言った方がいいかもしれないですだいぶ今変わってきちゃってるんですけど国語算数ドラマみたいなそうですそうですあったんですそこで その演劇人を育てるんではなくて、はい、そこでそういうコミュニケーション力というか社会力を生きる力を身につけていくというかその発想がすごいですねですさすがシェイクスピアの国そう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 俳優になる修行ではなくてないんですね生きるためワークショップでみんなと話したい何か作品作ったりとか、はい、そういうところでのこうコミュニケーション力だったり<ー>協調性だったりそういうことがこう身についていくようなあの授業がある。 あそれで行かれてあの帰ってきてそれの教師養成コースっていうんですかね、うん、あの大学の大学院みたいなところですけどそこを見学に行って調校して帰ってきてなんか少しずつ劇団あのと日本にそういう授業がないのもねえって思ってなんか演劇の力でそういうことができるっていうのも体験したのでね、うん、それをやるようになりました。 そうですね。一時期よりだいぶ増えましたよね。増えた増えた。えたあの、ね、小中学校とかでも、はい、コミュニケーション能力授業っていうのがあって、うん、あのいろんな演劇人が学校に行ってますよね。うん、そうそうそうですよね,ね。増えたなと思うんですけど、うんうん、なかなかでもなんか都市部ですよね。割と。そうですね。そうですね。でもそれもご常もう通常やっているのではなくて、年間本当に2回とか3回とか<ー>あの。 イギリスではもう年間の授業としてあるんですけど。カリキュラムですもんね。ねそうです。まあ、だいぶ減ってきてるんですけどね。あ、なるほどね。どこ、どこも何か、こう圧迫があるという感じなんでしょうかね。うんうん 放流さんでも劇団でもそのドラマ教育部がある、うん、あるんですあるんですじゃあ、えっと、西海さんが学んできたことをす劇団の後輩に伝えてファシリテーター養成ですか指導者養成っていうことですね、うん、ぜひもっともっと広まってほしい、ね、と思うんですけれども、えっと、今回ですねこの トークを企画したまあ一つの理由なんですけど最近あの演劇界で認知症とか看護の問題をテーマにする演劇ってすごくたくさん増えたんだと思ったんですよ。そうですごくコロナ前よりすごく増えてあちこちでやってるなっていう感じがするんですそれでちょうどえっと11月の8日初日俳優座で初日を迎えましたこの「生きる僕ら」という。 お芝居私は拝見しましてとてもすごいいいドラマだなと思いましたそれでこれ生きるドラマの方にちょっと話がいくんですけども原作は原田真穂さんですねすごい割とすごく絵のことですね絵のキュレーターだったり美術のキュレーターだでその私楽園のカンバスでしたいいあれとかんかいろ読んですね マハさんっていうイメージがあったんですけどこの「生きる僕ら」っていうのはなんかまたちょっと違う路線ですよね。しかもこれってあのすごい徳馬文庫だったんですけど徳馬文庫大賞受賞2012年あの初めに刊行されたのがその時代なんですけどもこの原作で演劇を立ち上げるって企画された企画意図というか理由とか。 あこれですねあの人の心の金銭に触れる芝居を作りたいってそれからいつも今の社会を映し出すそういう作品を作りたいって思っている劇団なんですねそれで、まあ、あの前回うちのこの公演の一つ前も原田さんの作品をやってるんですねでその、まあ、マハさんの作品を結構私も読んでいてでこの作品が。あの 今抱えているニートの問題であるとか、まあ、いじめの問題であるとかあの高齢者の問題であるとかいろんなことが含められていてそれがこう人との触れ合いの中で温かくこう若者が成長していきあのその認知になったおばあちゃんもあの豊かに心豊かに暮らしていけるのではないかっていう希望を持って終わる作品なのでぜひうちの劇団でやりたいって。 いうことで原田マハさんにかかあのやらせてくださいとお願いしたですね。なるほどね。うん、あの。 えっと、企画を選ぶのはわりと西海さん中心にやってこれを進めたいと思ったって感じですかうちあの3漢字がいて漢字が,3人漢字が3人いて <laughs> で、まあ、もちろん私個人的に企画を出したりもするんですけど、うん、この作品はあのうちの劇団で次何やろうって言って、まあ、3人でいろんな本を読み合って、うん、それでこれをやりたいとそしてあの西川信博さんという演出家が演出家の文学座の西川信博さん,さんで。 あのまあ来年が30周年授業になって、うん、来年の公演も西川さんにお願いするんですがもう今回からその授業としてやっていこうということでうちの劇団は演出部がないので、うん、演出家をいろいろお願いするんですけどもう抱擁になってすぐの時に西川さんにやっていただいた。 ことがあったりするもんですから今回は西川さんにお願いしたいということで西川さんにも作品選びに入っていただいたんですねで何本か私はこれとこれとこれって何本か出した中で西川さんがこれをやろうということで載ってくださった。 これを見てる方は多分演劇関係の方が多いと思うんですけど普通の方によくこれやったらあれやったらとかって言われることがあるんですよ。でも芝居をやるっていうのって例えば2年ぐらい前とかに企画があってそれでどういうふうにするか考えつつ劇場を予約しですよねものすごい長い道のりがありますよねだからそんなに簡単にパッパッパってやるわけにもいかない。 ですねうん、でさてこれ原田真ハさん原作の「生きる僕ら」の話なんですけれども、うんうん、どんな話なのかあらすじをちょっとご紹介、ね、いただきたいえっとあのまあ,あ麻生人生君ってまあ真ハさんはいろんな名前をね <laughs> 作品につけるんですけどあえて「人生」っていう名前が付いてる主人公の話なんですけど「ね、麻生人生生生<う>みたいな<う>しかも「ニート」そう。 あのまあ,あの小学校の時に離婚をしてあのシングルマザーであの母子家庭で育って小学校それあ中学校高校でいじめにあってもう引きこもりになってしまってそれで、まあ、あのお母さんは応援するんですけどほとんどもう会話がないくらいに引きこもりだった子があのお母さんが疲れてあの失踪してしまう失跡し <laughs> してしまうっていうところから物語実は始まる。るお母さん失踪のちょっと気持ちだけはよくわかりますよね。<う>このまま逃げてしまいたいということが時々。ね。ありますよね。ありますよね。<laughs> うん それでそこから始まってその数少ないお母さんがつながっていた年賀状とそれから数少ないお金を残してでもスマホ代は払いますいやあの <laughs> アパート代は払いますっていなくなっちゃったんですすごいそのお母さんの実行力 <laughs> すごいですよねでも主人公はお母さんじゃなくてこのニートの人生君<う>24歳、うん、それで一通だけあの「金賀新年」 あの人生は元気に過ごしてますかっていうのがあったんです年賀状が<ー>そしたらちっちゃい時に行ったことのあるおばあちゃんだったんですねでもお母さんいなくなっちゃったから、うん、そこしか耐えることないんで、うん、もうニートでいられ家に閉じこもっていられなくて泣けなしのお金掴んで、うん、おばあちゃんとこう訪ねていくんですねじゃあすいませんあの人生君ちょっと舞台写真2番ですね出していただいてもよろしいでしょうか それでおばあちゃんのところに行ったらこの女の子がいたんですねで一人っ子なんですよ人生君はうん、うん、一人っ子の息子の、うん、一人っ子だから、うん、親戚の子供なんていない,わけいないわけですよ一子もいない,いないはずなのに女の子がいたんです、うん、で私は孫だって言うんですよ、うん それで孫のはずないんですけどおばあちゃんのとこにすでにいたんですね、うん、で、まあ、この子も実は引きこもりだったんですであの実はその離婚したお父さんが結婚した、うん、再婚した相手の,、うん、あの子供ですけど連れ子だったんです血が全く関係ないそうそう血縁のない、うん、あの義理の兄弟いっていうことですね名前が、えー、っとつぼみちゃんつぼみちゃんという同世代の子がいた でそのおばあちゃんちに行くんですよね行くんですけどその場所がですねちょっとそこがすごいこだわりがあって「知能なんです「うん、あの」「ちの」「」っていうじゃないですかそうですねでもあずさに乗って「知能に行くと「知能知能って言うんですよね<ー>そのイントネーションがなんかすごい面白いんで「あっ<ー>ちの」あチノって言うんだっていう感じ <laughs> そのちょうど駅のシーンと着く駅のシーンがあるんですね初めて行った、うん、あのあの ニートから引き、うん、こもりから飛び出していったそこの駅の音があったでしょ懐かしかったでしょ懐かしくてあっ茅野駅だ寒い空気で<れ>音響さんが茅野駅まで取りに行ったんですすごい 小渕沢木かななんかっていう指定があるんですけど何もしかないのを待ってずっとこうやって、うん、もう変人だと思われたらしいですけど <laughs> こうやって取ってきたんです,そうですか知能といえばですねちょっと3番の土偶をお願いします知能といえばこちらですね尖喰 <laughs> 市にあります縄文遺跡あのこ国宝ですね あの縄文のヴィーナスと仮面のヴィーナスって言われてる<ー>これが駅にレプリカがどーんとっていうかちっちゃいんですけどね<ー>いてあっ知に着くとこれをいつも見るんですけどす私ちなみに千乃市民館っていうところに行ってたんですけど千乃<ー>といえばこの縄文のヴィーナスとそして<ー>あの駅の近くのそば屋さん、うん、ああおそば屋さんお蕎麦屋さん本当にあるんだね。あるんですよ <laughs> 有名なのが駅の,その改札出たらすぐこう、まあ、改札を出るかわから出てすぐ右側にあるあの立ち食いそば屋さんがあって<ー>とってもおいしいんです。 で西海さんの役どころなんですけど駅前食堂のおばちゃんおばちゃんでお蕎麦出したんですそうですそうですなのでんかそのあっ「篠の物語」なんだって最初のところですごい感想なんですけどいきなりなんかこうふっと「あっ篠の空気があってよかったよかった」っていうのをすごく感じましたた冷いいすご感じましたそしておばあちゃんの写真4番お願いします。 はい、そうなんです着いたらそのおばあちゃんのところを訪ねてきたら「こんな子は私の孫にはいません」って言われちゃって <laughs> っていうのはおばあちゃんがつ前の年の秋から認知症になってたという、うん、なので名前が分からなくなってたんですね <laughs> おばあちゃんの名前はマーサマーサ真実の朝って書くんですね真実の朝あ、うん、だからニートのこの麻生人生君のおばあちゃんは 麻生マーサ、ではない。中村マーサ。中村マーサなんですね。うん、離婚してるから、ね。あ、そうか、そ,そうか、そうか、ん、そうか、そうか、離婚してる名前なんで。うんうん、で中村が。だから、この女の子は中村つぼみって言うんです,す。なるほどね。マーサばあちゃん。がいたということで、このマーサばあちゃんですけど、文学座の。はい。本山かっこさい。私の。大好きな先輩です。演じられていたんですよね。もう一回写真をお願いしてもいいですか。本山さんと。 とても素敵な女優さんでしたよね。うんはい、で、あの私びっくりしたんですけど、御年、九十一そうすごい。なんと立ち姿も素敵で、でセリフもとても柔らかくて、すごい素敵だったんですよね。ね,よね,ね憧れの女優さんです。<laughs> <laughs> もう本当にそれで自然体なんですよね。だからあのよくボケたふりの芝居たるじゃないですか。うん、あれはちょっと、ね、でしょうん。そうじゃない,い。まんま。 素晴らししい演技でした、うん、し結構それで喋ってましたよね、うん、あれだけのセリフを覚えるのね私91よ」と言いながら。91っていうと私の王子が王子が、まあ、95なんですけどですよ、うん、しかも,でもやっぱりすごい大変なか、うん、体っていうの思うんですけど、うん、人前に出られてあんなに素敵に演じられるっていうところでも、まあ、尊敬の念しか湧かないという感じです。うん さあそしてお物語先ですねどうなるんでしょうかお、えー、ばあちゃん家に「じゃあ孫あんたなんか知らないよ」って「あなた知らない?」と言われたけれども住み着く住みつくんですねそこであのおばあちゃんがやっていた稲作、はい、自然体の稲作なんですよ、うん、あの耕さない、はあ、草は抜かない、はい、あのえっと 害を与える草だけ抜くんですけどあとはやかしたまんま虫もそのまんまだから虫は肥やしをあ草を食べてくれて、うん、あを食べてくれて。 肥やしになっていくっていうかうもう自然の力で育てていくっていう育て方なんですね。その代わりその,あの害になる草を抜かなきゃいけないから大変でそれから虫にあの食われないのによく面倒を見なきゃいけないっていうので大変なんですけどもで鎌で飼うってもう全部自然の力でやるっていう田んぼだったんですね。それをおばあちゃんがやってたんですけどもう私は人の名前が分かんなくなって村の人たちに手伝ってもらうのを申し訳ないからやれなんです ないって言ってたのを彼らがやるんですね。二、うん、人がやりたいって,ってそしてやることによって、まああの女の子は外に出なきゃいけない、男の人とも対しなきゃいけない、で田舎の人と話すようになって、そこからまああの接することになって人とのつながりで成長していくっていうドラマなんですね。なるほどね。そのえっと知能のその人々っていうんですか。その周りの農の家、はい、さんって七番お願いします。七番 えとすごくあの応援団近所の人ですよね、うん、近所の人たちがお手伝いしているんですけど方言も面白かったんですよ。あそうですこれね方言は私の友達で知能に住んんででるる役者がいるんですよ芝居がある時だけ戻ってくる彼女にちょっとあの。 ここの方言を演出家としてはべったりの方言ではなくその香りとしてあるといいなっていう感じでそれをね聞いてもらって本当に蓼科の地域に住んでいる方たちはやっぱりちょっと違うと思うので聞いていただいてその文末の語尾とかねところどころを指導してもらっていやいやいやなんとかだなとか行ってくるでとか。 あのなんか私静岡県の人間なんですけど、うん、こう縦に武田信玄が関係してたところの方言が似てるんですよね、うん、似てるんですよね似てるんです、うん、そうだに」とか言ったりとか「うんうん、そうだら」とか「だらだずら」とかね,ねそ,うそうそうそう「うん、ら」とか「ずら」とかでなんかだから長野の方言もとても親しみなそうですね似てるなと思った静岡の言葉になのでなんかあみんな頑張ってる方言だと思ってそう,そうですね日本語っていろいろありますよねそうそうそうでこの「みなさん」 近所の皆さん農家やってる皆さんですよねあの東海だと結構こう個人主義でこう不可侵でこうんか触ってこないでんか口突っ込まないでっていう感じなんです問題起こしたくないから触れないみたいなあ私あの私マンションにいますけど知らないですもんそうですかもう20年近く住んでるけどそうなんですかあ引っ越してきた引っ越したぐらいだけど誰だか分かんないみたいなそうなんですね 田舎ははそうはいきませんよね私事なんですけど私も母がもう83で父が86なんですけど、うん、老老介護なんですけど私がこんな、ね、都会で好き勝手やってるもんですからね一、うん、人っ子なんですけど、うんうん、ほぼなんかね村の人が。 すごい手伝ってくれるんですようでも,もう何でもいいからお願いしますみたいな感じなんですけどえとその助けてもらわなかったら全然私ここにいないですよねいませんよね無理ですね無理で,すねでなのでこのおせっかいなんですよねその周りの,その主人公の周りの人たち、うん、おばちゃんおじちゃんたちがた私なんかもおせっかい,で <laughs> おせっかいなんだけどやっぱこれがないと難しいんだよねってすごく見ながら思ったんですよねで あの何でしたっけつぼみちゃんがその引きこもるにあたって割とちょっとその対人関係が怖いっていう感じが、ね、男の子が怖かったんです男の子のいじめにあってちょっと引きこもっちゃったので、うん、なのでけあの結婚したお父さんにもなかなか懐かなかったんですね、うん、で立てしないに行って変わっていったっていう感じ彼女もねんでなんかその今結局のところちょっと人間関係がむ難しいんですけど、うん、主人公の人生君のんの あの血の繋がらない連れ子の妹さん、お父さんの連れ子のお父さん、結婚した相手の連れ子の娘さんが。いるんですよね。うん、で、お父さんはもう亡くなっちゃって亡くなっちゃってた。二人ともおばあちゃんを抜かしたら、天涯孤独ってこと。です,、ね、です天涯孤独で、全く血のつながらない二人が兄弟として。うんうん、あの自分のことも、あの相手のことも、孫のことも忘れちゃったおばあちゃんのところに住むっていうのは。なかなりこう疑似家族的というか。そうですね。 だからあのそれであの行った時よりもちょっとあの悪化してしまったってことがあったんですけども認知症が,しし知症が、うん、進んでしまったって、うん、でもそこであの周りの,あの、まあ、清掃の仕事をするんですけどね人生くはそこのアルバイトで,、うん、イトでそこで知り合った大人が。うんあの あのおばあちゃんに「何でもありがとう」って言って「な何でもあのその焦らないで今日も喋らない今日もダメだと思わないで焦らないで」っていうことを教えてくれてそういう,こう周りの力の中でおばあちゃんも少しこう柔らかくなっていくっていうかもう一時つぼみちゃんがノイローゼ気味になっちゃうんですよね。介護でね介護で、うん、でもそれがおばちゃんが <laughs> ん人形さんじゃないんだからって言って。 叱るっていうか、ねうん、あの言い聞かせるところもあるんですけどそういう周りとのつながりの中であのマーサさんもあの、まあ、料理作ったりあのみんなの前に出てにこやかに話したりすることがちょっとできるようになったっていうか、うん、っていう形で まあ来年はきっと人生のお母さんも呼んで生活するかなっていうところで終わるんですけど、ね、希望が見えてますよねで,ねであの田んぼをみんなでやるじゃないですか、うん、それでその時に何となくお祭りっぽいですよねみんなでこう掛け声を掛け合いながら田んぼの世話,世話っていうんですかだから草取りだとかまず田植えでしたっけ、はい、田おこしでしたっけあのまずあの種もみかからら苗苗床をを作ってそれから、えー、と苗を上に そして育ったら今度は稲刈りですよねその順番が全部お芝居の中であってそれがすごい楽しいお祭り感覚あれやっぱりね原作だと細かく書かれているんですけどあそこの田植えのシーンを出現するってとても舞台上で難しいので盆が回ることによってすごい速さで盆がキュッキュッキュッ回って大変だったんですあれ乗っっかてる人大変なのよ ちゃわないのかしらとか。分からないって問題で。<laughs> 倒れないようにするの <laughs>。ボンっていうのはですね、その舞台上にね、丸かったり四角かったりするんですけれども、ね、回転する舞台ですね。<う>一つ上にあるんですけども。回転して芯をね変えていく。うん、だから田植えのあ水槽あ水に水槽切りっていう、うん、あの水はけよくするため作るときはもう棒を回してずっと水切りやってるみたいな感じにして、うん、ヘトヘトになるっていう。<laughs> 本当にななったんじゃないかと思うん,ですけどなんかその農ー業もそれほどまあ見ないじゃないですかそうなんですドキュメンタリーとかニュースとかでは見るかもしれない<う>あこんなに大変なんだよねっていうのを見ながらそうそうなんかその体感っていうんですかそのセでフで喋ってる説明だけじゃなくて俳優さんがこうやって動作してるっていうことが結構雄弁って言うんですかありました体感 かったあ,あああそうかって思いながらすです思ったんですよどうやって出すかっていうのはやっぱり演出家も苦労したと思うんですね。そうねなんか演出どころだったんだなと思って、はいうん、その田植えの感じっていうのがあってあとまあ収穫する時にすごく嬉しいっていうイメージですね。 本山さんが演じるマーサーばあちゃんがもう認知症が進んじゃってわかんないんだけれどもその収穫のすごいみんながうれしそうにしているとかにいる、うんはい、いた時の,その安心感とかその喜びみたいのが表現なんだけど本当に伝わってきて、うん、なんか本当に認知症のばあちゃんが田んぼの真ん中でニコニコしてるっていう感じがしたんですよね <laughs> あ。嬉しいですかからそのなんか 言葉じゃないですやっぱり、うん、その表現でこっちに来る感じの,その幸せ感、うん、あばあちゃん今幸せなんだなっていう感じがすごい感動しました。うん、あ嬉しいですなので <laughs> りやっぱこれはお話の筋が作ってるんじゃなくて、うん、そのみんなで芝居をして、うん、できてる縦品の公園の中の、うんまあ、田んぼの中に、うん、みんなが集ってるい 喜びがこう来るんだなっていう感じがすごくしたんでか喋っちゃうとあれなんですけどあ<ー>まあ見てくださいねって感じ <laughs>、うん、後あとで配信のお知らせもあるんですけどいいす、うん、だからそこら辺がやっぱ演劇じゃないとできない。うん、ですよね。あの原作者の 初日にマハさんいらしてくださってさ、うん、でお母さんも連れてきてくださった、ねうん、車椅子なんですけどでお母様がこの原田マハさんが書いた作品の中で「生きる僕らが一番好きなんです」ってへえ美術とかじゃなくて <laughs> そうなんです生きる僕らが好きで見に行きたいっておっしゃってくださって<ー>それで見て「よかった」って言ってくださってすごくうれしくうるうるしちゃった私 <laughs> <laughs> なんか肩の荷がおりますよね、はいうん、原作で原作にない、うん、あのあの原作 潤平君ってキャラクターが平平んは原作にあるですもう上昇志向でチャラい子ねが出てくるんですけどその子も変わってくんですけど彼の「お母さん」って原作は出てこないんですよでも出てきたでしょそしたらこの台本を読んでくださってマハさんが「お母さん出したのは素敵ですね」ってお母さんに名前つけてくださった「登場人物すみこさんにしませんか?」って。 すっていう名前にしたんでちょっと過保護なお母さんが出てくるんですよね,すすねあれはね書かれてないんですでなんであ,あいちゃらラい子になっちゃったかって言ったら、うん、きっと過保護だったからだっていうので <laughs> 過保護なお母さんを登場させたんですねでそれはもうマハさんも喜んでください名前付けてください そういうふうにして、まあ、原作そのまま,のそのままじゃなくて劇に、ね、のリアリティに必要な部分みたいなことを脚本家が脚色して入れていくという集団作業ですよね、はい、とても面白いお母さんでしたね純平んが <laughs> やんちゃっていうか,なんか都会的でってあいるいるこういう子いるよねっていう <laughs> 俺は上昇志向だってこんなあの土に這いつくバってやるのは嫌だっていうねう お父さんが怒るシーがあるんですけどね。んなんかあの私チノにすごい行った時にそのチノの人がすごいこう協力的っていうかこう、うん、みんなでこう,う何かやろうみたいな何だろうチームワークっていうかがすごいんですよ共感力っていうか。う で長野の人はみんなこうなのかなとか思っちゃって不思議だったんですけど<ー>なんかその蓼科公園ってすごく移住者の方もたくさん都会からいっぱい移住されるんですって、うん、ああの定年後に来てんかそのペンションやるだとかもう一つ自分の家をそこに持つとかっていうかすごく多いらしくて。<ー> 意外とみんなサバくさばさばしてるんですよね。それで、あの知能の方が、まあ私たちは演劇をやったりとかしたんでその時に御柱の話をしてくださったんですよ。で。御柱って、まあ見てるだけならいいんですけど、とんでもないですよね。あ、御柱。あ、御柱。ああ、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 ああ。お祭りの。はい、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 はい。みんなで、なんか、こんなでっかい、ね、丸太をこう引きずってって。 落として立ててって立っしかも人死にが出るっていう、ね、毎,年 <laughs> 毎年それを6年に1回でしたっけやり続けるっていう歴史がそういうチームワークを生んだんだって知能の人が言ってたんですけど,んな,どなんかその見てて多分あの。 かん本質にはね関係ないんで、えー、リサーチそんなにそこ御柱の話は入ってないし、えー、してないと思ったんだけどチーームワーク感ですか<ー> <laughs> 農耕民族そのあみんなで協力して大きなことをやるっていう,うそのことが喜びっていうんですかねん,なんかそういう感じとお芝居見た時の,その農作業のみんなの様子がすごい似てたので。えー 全然あの関係ないでしょ <laughs> そこは関係ないけどあ、うふとさせるものがあったので<ー>なんか、うん、ああと思いながらでも本当にこの作品の中からも感じますよねそういうことを感じました、うん、だからきっと人生君もつぼみちゃんも都会にいたらそういう人と出会えなかったかもしれないけどいやおなしにこうあん田んぼをね仁、うん、作りする時に出会った、うん、そこでこう彼らがこう 変わっっていたううかねねそですあとおばあちゃんの思い出の話があるんですけど「池」「三社貝池」っていうのここの「緑響く」ってこれがねこれが「緑響く」っていうさんのいた東山魁さんの書いた湖に白い馬が有名な絵ですよね。 現実の三シ会ガもなんか行って写真撮るとこういう感じだっていうのなんかあの、うん、えっと旅行の案内とかよくか、ね、出てて昔はそのつむちのに住んでる友達がうん、うん、昔はもう本当にそう人っ気いな人っ子いない、うん、ああいう静かな湖だと今はもう観光地化しちゃって大変とかって言いますか観光地化しちゃったんですかすみません、うん、えっと九番と十番あみんなで行くんですよね三人で、うん、おばあちゃんと。 人生と回目におばあちゃんがあのちょっといあの認知でずっとつぼみちゃんがあのこが囲ってて、うん、外出さなかったの危ないからって、うんうん、それである時帰ってきたらおばあちゃんがいなかった失踪しちゃってそうそしたら未社会圏にいた離れたね、うん、歩いて行っちゃったんですよねそうですねそこを思いついてみんながそこに行ったらおばあちゃんが、うん、でも怪我もなくいたんで。うん あそれがここですね「うんはい、おばあちゃん見つけてよかった」って、うん、でここでおばあちゃんが人生のことは思い出すんです人生って<ー>ところが女の子思い出すた、ね、この女の子は誰?」って聞くんですいやそこはつらいですよねそしたら彼が「僕の大切な人、うん、僕の大切な家族です」って言うんです しだからか人生くんそんな素敵なことをよくまあセリフとして言えたもの、ね、<laughs> 成長したんだなと思うのとあとその誰を覚えてて誰を忘れるかっていうのが結構なんか厳しい現実っていうんですか認知症の方をのご家族をこう日々日々介護されたりお世話を焼いてるんだけど、うんうん、なぜか忘れる 家族のことを忘れてしまって、うん、昔の思い出の中ですごくこう感情に結びついてる人間のことを思い出すってことがありますよね,、うん、すよねで、このシーンでやっぱその陳世くんは多分お父さんに似てるとかそういうことで覚えてるんですよね,すね<で>一瞬思い出したんですよねでもつぼみちゃんのことは覚えてなかったっていうところがもう悲しくってでもすごくいいシーンでした本当に、うん、で、あと ですか「おばあちゃん危ないから危ないから」ってつぼみちゃんが閉じ込めちゃうじゃないですかおばあちゃんその時に西海さんがバシッとおばあちゃんがねおばあちゃんがね「おばあちゃんは人形じゃない」っていうか「自己満足であんたの」って。って怒るんです叱るっていうか言うんですよねそこがんかすごく響いたんですよだからどうしてもんかこう介護をしているとんか超依存っていうんですかねそうですよね お互いに離れられなくなることもあるし離れたいと思うこともあるしいろいろな振り子があると思うんですけどそのお芝居の中でその一生懸命やってるんだけどそれが依存だよっていう指摘をがフとしてね入るってところがすごいバランスとして必要なバランスだったなって思うんですね。やっっっぱりななんんかかかお芝居てててここううこういううううううういいいいいふふににくしてあげたらつ こうなんですその人のために尽くしたらそれが全部報われる的な図式ってどうしてもそうなりがちじゃないですかでも現実って違いますよね、うん、人間の生活っていうか人生違うしなんかそれをなんか上書きしちゃうとやっぱり良くないと思うところで本当にセリフとしてね、うん、その一人の人間としておばあちゃんをっていうところがすごく良かった良かったです。<laughs> なので、なんていうか、見てて、いろんなことを。すごく、あの、うん、勉強になるっていうことと、自分の。身の回りのことですね。すねと、親子関係であるとか。うん、身を見て。うん、はあ。っていう。腑に落ちることが、すごく。多かったんですよ。よかった。うん、そうですね。うん、なんか。あの。一番最初に、お母さんが、この人生君を。 置いいてて出くじゃなですも多分そうしなかったら人生君はいつまでもずっとうちで全部面倒見てくれる食事から何か自分は閉じこもってるみたいななっちゃってましたよね。なってたですねちょっと何かゾッとしますよね自分私息子2人なんかそうこうなったら私も出てきて出てちゃうぞみたいなことをんかすごい考えたり。 しながらすごい個人的な感想が多いんですけどで俳優座劇場で5日間やられたんですけど途中体調不良体調不良者が出て日間できなかった休演になってしまったんですよねとても残念でただ今回配信があるということでお知らせをしたいと思います。 えっと、ちょっと読み上げますとですねもう配信始まってますね始まってるんですけれども「感、え、激、っと、三昧」ですよね「感激、はい、三昧」という配信サイト。 でえー、と配信をチケットを買ってみることができますので,す、ね、でこの QR コードから行って頂ければと思うんですけど無料なんですけど会員になる必要がありまして会員登録をするす,録をするここ無料でそしてあのこのこのユーさんの配信チケットを買っていただくと、うんえっと、27日まで11月27日まで。はいはい 見られる何回でも見られます,れます何回でも見られますえっと配信チケットは三千五百円です、はい、であのー、何ですかね配信のいいところってもちろん生がいいんですけど、うん、細かいところまでよく <laughs> 見られるってい <laughs> うと何ですかねもう一回振り返ってみるとかなんかいろいろ私は見ないんです嫌、ねな,ね、なんですもう <あっ S 2> 配信はそんなこと言っていいんですか <laughs> でもなんかあ どうしても見見れれない舞台とかって後か後らる自分が自分が出たのは見るの嫌なのもちろんあのあの配信でしか見れないのは、うん、あの見ますけどね演劇でもねなんかね恥ずかしくて嫌なのそうなんですか <laughs> でもえ <laughs> っとあのぜひ見ていただきたいと思います、はい、ぜひぜひ見ていただきたいと思いますなんかその いっぱい詰まってましたよね。この芝居にはニートのこととか、うんはい、農業のことと介護のことと認知症のことで、で私本当にあの演技がす元山さんの,ん、ね、あのマーサーおばあちゃんの演技が本当に素晴らしくて、うんはい、いろいろ思い出したから本当に <laughs> 見ました。素敵ですよね,ね。ぜひ見ていただきたいと思います。はい、まああの原作もね、あの文庫ですからね、読んで、はい。 二度楽しんでいただければと思う、ね。原作もう本当に素敵です。のですよね、うん、思います。あの、これからも、多分ん、えっと、しゅみさんは。うん、女優として舞台も、立ちながら、はい、ワークショップもしながらっていう活動を、はい。はい。もう高齢者と一緒にワークショップやったりもしています。認知症の方とも。しています。すね、はい。いかなんかの表現教育の、うん、その。 研修会というか勉強会で、はい、やってもらったあのワークがすごい素敵だったんですよね。あ,うん、あのそのお芝居なでしかできないのワーク、うんうん、あのー、があるんですけど、えこうふわふわ渡す、ふわふわ渡やつ。あのふわふわちょっと教えてもらっていいですか？あの手何にも手の中にないんですけど、まあ演演劇はいろんなものをあるように見立てたりすることがあるので、うん、ちょっと想像してくださいって、うん、なんか私の手の中にね。 ちょっとこう白いふわふわなものがあるんですけどそれをお隣に渡していきますその時に、えっと、私から「竹本さんに」って言いながら「気をつけてね」とか一言添えてそーっと渡します優しくねでそれをまたお隣にってどんどんこう,こう渡していくっていうワークですよね。 映像だと分からないんですけどこうやって対面して西美さんがここのここにあるのを見てるんですよねすすす頭の中で、うん、それをこう渡されると、うん、私もなんかここあ,あるなっていう感覚をそれで皆さん渡してくださって映,る映ってくるんですよね、うんうん、それがなんかすごい気持ちよかったんですよ、うん、ああよかったですなのでこれって、えっと、演劇ならではなんですけどす、ね、なんだろう 見えてないものを見ようとして想像するっていう脳みその力って誰でもあるわけじゃないですか。すだからあ、それすごい、うん、いいんだなと思って、うん、だからそれ認知症の方の高齢者のワークショップっていうのにこのふわふわのシルエット持っている方とかもいる。あ、そうなんですね。うんうん、体感ですよ、ね。すなんか感覚として、うんうん、それがあ素敵だなって思う瞬間なんです。うん 本当に「あ重たくなってきた」とか「笑ってる?」とか「寝ちゃった?」とかね全然別に決めてないのにそういう言葉が生まれていく何か発するみたいなそうなうかこうこうそうそうそたそう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 んうそ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 ううそ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 うそ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 がそうそうそううそう うん、ことっていうのも、その演劇のツールとしての演劇にもたくさん。ありますよね。ありますよね。で、ますます、いろんな活動を <laughs>、ね、期待してますので、よろしくお願いします。はい、何かあの最後に、他に宣伝というか。ありますか?あ。あの、来年三十周年を迎えるので、その記念公演のために、クラウドファンディングを立ち上げますので。あの。うん、あの。 よろしかったらホームページの方にお尋ねいただけると、これには載ってないか。ね、えっちょっと載っているのはここに、ここですね。あるかな。ちょっと、じゃすいません。でかっちゃうかな。じゃあ西見さんにもう一いただいて。いいですかここの分です。はい。クラウドファンディングのお願いですね。三十周年を目指して、はい、目標金額三百万円で実施期間が 来年ですねですまだやってなでももう事前からお受けしますので、OK はい、2024年の5月から6月の間ということですね、はい、あの本当にあの演劇活動っとっても大変なのでお互いにお互いにお互いに耕やしながら頑張りながらという感じなんですけどす、ねはい、ますますのご活躍、はい、皆様頑張りたいと思いますお祈りいたします、うん、えっと私の宣伝で恐縮なんですけれども ええ私の劇団メメントシーの公演が12月の13日から17日、うん、中野ザポケットでございます。うん、そしてこの時にですねえっ、ー、と15日金曜日の2時の会の終演後に、うん、あの西海さんにアフタートークでご登壇いただきます。<laughs> あのこの私のお芝居結構サスペンスな認知症のお芝居なんですけどこれを見た後に西海さんに 舞台で、あの、登壇いただきまして、ご感想と、はい、まだ認知症のことに、と延期について、お話しいただく、というトークがございますので、こちらも合わせて、ぜひ、ご来場くださいませありがとうございました